カンダハーはイギリス海軍の駆逐艦。京急。艦名はイギリスの保護国であったアフガニスタンの都市カンダハルに由来。1938年1月寄港。1939年3月21日浸水。1939年10月10日収益。1940年5月、カンダハーは駆逐艦カルトゥーム、キングストン、キンバリーと共に、 航海に配備されることになり、5月24日にアレクサンドリアを離れて5月28日にアデンに着いた。ノルウェーのタンカーがイタリア潜水艦ガリレオ・ガリレイによって撃沈されるとカンダハーはスループ・ショアハムと共にその捜索に保険された。6月19日にトローラームーンストーンの攻撃でガリレオ・ガリレイが降伏するとカンダハーは ガリレオ・ガリレオ・アデンへ栄光した。カンダ・ハー、キングストン、カルトゥーム、ショア・ハムは6月21日に、イタリア潜水艦エヴァンジェリスタ・トリチェリを攻撃し、損傷させる。この4隻は6月23日に再びエヴァンジェリスタ・トリチェリを攻撃し、撃沈した。1940年8月、カンダ・ハーは、ベルベラからの撤退作戦に参加し、 8月18日には、イタリア軍の戦車を砲撃した。カンダハーは11月7日に、修理のためボンベイへ向かい、12月7日に修理から戻った。1941年2月、イタリア領ソマリランドへの進行作戦に参加。続いて3月に実行されたベルベラ脱回作戦に参加。また、同月末には、マッサワからの脱出を試みたドイツ船バートラム。 リカーズを捜索し、3月31日にカンダハーによって発見されると、バートラム・リカーズは自陳した。航海からイタリア海軍の脅威がなくなると、カンダハー、キングストン、キンバリーは地中海艦隊へ移ることになり、カンダハーは4月13日にアレクサンドリアへ到着した。1941年12月15日、補給物資を積んだ。 輸送船ブレコンシャーがマルタへ向け、アレクサンドリアから出発した。そして、その護衛のためアレクサンドリアからは、フィリップ・ビアン少将が率いる部隊が出撃した。マルタからも軽部隊と第四駆逐軍が出撃し、それに続いて、軽巡洋艦ネプチューンと駆逐艦ジャガー、カンダハーも出撃した。ビアンの部隊と軽部隊は合流後、北アフリカへ向かう戦団を守るため出撃していた。 イタリア艦隊と遭遇し、第一次シルテワン海戦が発生した。B 部隊は、海戦翌日の12月18日に、K 部隊と合流し、ブレコンシャーを越えして同日中に、マルタに到着した。だが、北アフリカへ向かったイタリア船団の内トリポリへ、向かった3隻は総海作業が終わるまで郊外で、待機していたため、これを攻撃するため同日中に、カンダハーは、 軽巡洋艦ネプチューン、オーロラ、ペネロピ、ランス、ライブリー、ハボックともにマルタから出撃した。12月19日3時にトリポリ沖に到着したが、そこでオーロラ、ネプチューン、ペネロピ、カンダハーが植来し、ネプチューンは沈没。カンダハーは、艦尾が破壊されて、相関不能となり漂流した。午後、マルタから派遣された。 駆逐艦ジャガーが到着し157名が救助されたが、55名が行方不明となった。その後カンダハーの処分が決定され、12月20日朝にジャガーから魚雷一本が撃ち込まれカンダハーは沈んだ。ありがとうございます。